皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。神奈川県は川崎で開業しています桜歯科医の沢村です。トースポウェブで現役放送作家 X 氏の芸能界にマル秘裏話、芸能人の歯についてという記事を目にしました。その中で歯に衣着せぬ発言で男女に問わず人気があるマツコ・デラックスさんの発言が取り上げられていたんです。マツコさんも、数年前から歯が悪く、一度銀歯をかぶせたら一生大丈夫なんて思ってる人もいるみたいだけど、大変なことになっていることもあるのよ。自分の体験談として、銀歯の下で虫歯が進行して頭蓋骨にある空洞に膿が溜まって、もうちょっとで手術になるとこだったのよ、というものです。実はこのお話、かなり昔テレビで拝見したことがあるんです。家族が歯科に関係のある番組をよく録画しておいてくれたので、それを見ました。5時に夢中という番組だったと思います。間違っていたらごめんなさい。番組の中で夕刊フジの記事が取り上げられていたんです。内容は20から60歳の60歳代の男女2万人に質問したところ、銀歯をかぶせている方が 71%、 それを10年以上かぶせている方が 42% いらっしゃったと。銀歯は年数が経過すると劣化し、歯と歯の間に生じた隙間に細菌が侵入して二次的な虫歯のリスクが高まると。銀歯を長期保存している人に対し、歯科医院での検査をお勧めしているというものでした。それを受けてのコメントが先ほどのものだったんです。今回はこのことについてお話します。このマツコさんのコメントには、歯科医院の検診に行った方が良い3つのキーワード、問題点があります。まず1、銀歯、2、虫歯の進行再発、3が膿がたまるです。1、銀歯については通常歯を全周覆う丸かぶせのもので、材料に銀を使い、色合いから銀色なので銀歯と皆さんは認識していると思います。そこで銀という金属についてお話します。皆さんも日常の生活で銀を使った製品をかなり使っているんです。例えばスプーン、ナイフ、フォーク等の食器、女性がお好きなネックレスやイヤリング等の装飾品、男性の場合ですとタバコを吸うときに使うジッポーのライターなどです。これらの銀製品、長いこと使用していたりですね、ネックレス、イヤリングなどの装飾品を温泉に持っていくと黒くなることないですか？この黒いのは実は金属が酸化して錆びていることに他なりません。例えばですね、自転車を外に出しっぱなしにしておくと赤錆が出ることないですか？表面がボソボソになったりザラザラしてきますよね。小さい時、母親に焦げとかカビとかサビは体に悪いから口の中に入れてはいけないよとよく言われました。皆さんもそういった経験ないですか？一回ね、かぶせたらなかなか外すことのない銀のかぶせ物をするということは体に悪影響を及ぼすですね。サビがずっと口の中に、いや体の中に、あるということなんです。ではどうして体に悪いかというと、錆びた酸化した金属は、先ほどもお話したように、金属表面がザラザラになり、食べ物カスが、表面につきやすくなり停滞するんです。そうなると口の中の細菌、細菌もですね、生きているのでお腹が減り、この表面の食べカスめがけて集まってきて、ここで、食べカスを食べ栄養とするわけです。またこのザラザラの部位は、細菌にとってはあたかも洞窟のような場所なので住みやすくですね、同類の細菌が集まってくるんです。この細菌たちも生きているので、人間同様に、糞、便をします。人間の大便にあたるものを菌体がいたとグルカンといい、ネバネバして歯茎にまとわりついてですね、歯周病の原因になるんです。人間の小便にあたるものが酸で、虫歯の原因になるんです。
今回のマツコさんのコメントは、かぶせ物と歯の間に隙間が空いていると、この3により虫歯になったということだと思います。次に、酸化されるとリンパの表面から金属がイオン化され、昔ですね、中学高校の理科で習った、まあ、ちょっと難しい言葉ですけど、溶け出しですね、イオン化され溶け出し、それが体に取り込まれてアレルギーの原因となるんです。口の中では口内炎、酸っぱい味がするなどの味覚異常、イオンが流れるので、性質が違う金属が口の中に入っていると電位差が生じ、ビリビリと電流が流れ、しみたり痛く感じたり、そのことをですね、ガリバニー電流というんですけども、また溶け出した金属が歯肉についてメタルタトゥーという黒ずみができて、口腔がんの原因になるとも言われています。それでですね、体全体の変化、異常としてはですね、ベロがですね、赤くただれたりですね、全身にブツブツができたり、皮膚病、抜け毛、慢性疲労とか、頭痛などの不定愁訴の体の変調を起こしたりします。ですのでですね、海外では歯の治療にリンパがほぼありえません。またですね、ドイツ、スウェーデンでは銀歯を使用すると法律で罰せられます。ですので、どういう材料を歯の治療に使ったらいいかというと、金属なら先ほどからお話ししているイオン化しづらいもの、イオン化傾向が低いもの、金とか白金がいいかと思います。ただ人間の歯の硬さに近いということなら、私は金の方がいいと思います。またはノンメタルのセラミックということになります。日本では、皆保険制度のもと、必要最低限の材料、代替金属としてですね、銀合金をやむなく使用しています。体のための、投資だとお考えになって、治療の際には保険の枠を超えてみるのもね、一つの手ではないでしょうか。今回はマツコさんのコメントの中の銀歯についてお話しました。次回、虫歯の進行、再発、膿がたまるについてお話ししたいと思います。以上です。本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。動画アップのモチベーションを維持するために、皆さんの温かい応援、チャンネル登録並びいいねマークのワンプッシュいただけると幸いです。よろしくお願いします。